こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンで跳ねたビート、またシャッフルビートでの叩き方を解説します。前回までの動画では全て跳ねていないイーブンなビートを演奏してきたわけですけれども、ポピュラーミュージックでしたら当然イーブンなビートもあれば跳ねたビート、シャッフルビートもありますので、そういった楽曲で対応できるようにこの動画で解説していきます。はい、結論から先に言ってしまいますと、今までこのように左右にタンバリンを振っていたところを、この腕を少し傾けて斜めにした状態で振ります。タンバリンをはじめとする振り物楽器では全て演奏するときに地球の重力の影響を考えます。ちょっと試しにやってみます。何をしたかというと、最初タンバリンをこのように、左右に水平に振ってたわけですけれども、だんだんその軌道を斜めにしていって、最終的には上下、垂直方向に振っていきました。水平方向に動かしているうちは、一定の重力が常にかかっているので、実質重力影響を考えなくていいんですけれども、こう斜めにしていったり、垂直にしていくと、だんだん重力の影響が大きくなってくるので、このジングルの発音する感覚が等間隔からだんだん不均等になっていきます。で、これ音楽的に考えると、タッタタッタタッタといった跳ねたビートになるので、これを利用して跳ねたビートを演奏します。で、このビートの跳ね具合ですね、いろいろと試しながらやってみてほしいんですけれども、こう、水平に振ってるときは当然イーブンなビートなんですけども、この傾け具合を傾ければ傾けるほど、その跳ね具合、タッタタッタタッタというように大きくなっていきます。はい、こんな感じで腕の傾け具合によって跳ね具合を調整しながら演奏することができます。では次はその跳ね具合が明確に3連符で、となっているようなシャッフルでの楽曲の方法について解説していきます。今まではタンバリンの振りを 1,2,3,4 の4カウントを1つのサイクルとして説明してきましたが、シャッフルのような3で割り切れる音楽、この場合は 1,2,3 を一つのサイクルとします。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 といった感じです。 1,2,3,4 やってみると分かるんですけれども、3つずつで振ると、1,2,3,4 と、奇数の時と偶数の時とで、こう、振る順番、手順が逆になるんですね。それで、シャッフルなんかの楽曲の場合は、タッタ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 ッタ、ワン、アツ、ウティ、フォー、ワン、アツ、ウティ、フォーと、2と4にアクセントをできれば入れたいので、おすすめのやり方としては、今までと振る手順を逆にしまして、最初外から振っていきます。ワン、ツー、ティ、フォー。こうすると、ワン、ツー、ティ、フォー。ワン、ツー、ティ、フォー。
2と4にこっちの手のひらでのアクセントが入れるので、すごくやりやすいです。こんな感じでシャッフルのビートを叩くことができます。今までと、振り方が逆なので最初のうちちょっと混乱するかもしれないんですけれども、慣れるとですね、いろいろとアクセントの入れ方によって思ってもない、ビートが生まれたりして、とても面白いので、ぜひ練習してみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よかったらぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また。